目に浮かんできます。地引き網は取る魚によって網の仕立てが違います。また網を引く手加減や速度にも具合があって、掛け声はそれに調和されるということでした。漁師暮らしの素朴な日常作業の中から溢れ出た純粋な生活の歌とも言うべきこの地引き網の掛け声を、私たちを育ててくれた先祖の遺産として、また郷土の歌声として、千本松原とともに消え間なく残したいものと思います。沼津千本地引き網漁政祭、昭和50年11月。なってしまったこの掛け声をなんとか保存したいと考え、掛け声のできる古老を探したところ、82歳の竹下作平さんを年かさに、荒木慎太郎さん、秋山模作さん、鈴木敏郎さんの4子が見つかりました。そこで早速聞かせていただいたところ、4子は若い頃の漁師気分丸出しに張り切って聞かせてくれました。松原の木陰に住み着いた漁師たちは、松原の中の細い甲州街道を通って毎日毎日浜へ降りていったのです。昔の駿河湾は魚の宝庫で、千本浜の地引き網は大繁盛だったそうです。お前来た寄せなさいよって言われた時にはね、もうね、来た、来て初めてだ。俺さ、イワシの大イワシの水量が海の水が高くなったって漫画で、俺も子供の時にこう赤身が見えてるんです。赤身だったもんね。下に潜っていかれねえでね、上を見てってまず見事だった。マグロがキューキュー擦る音を聞いたのは俺はあの時初めてだって聞かされて、本当に思ったね。それから下に潜っていけんや。だから今のように道具が良ければね、なるほどあったもんだから。それでイワシだね、あの島網でやっぱね、昔の一等星もあるんで3連覇だったことが、3連覇だな。その時はね、だからね、吉川だらけの岩田氏が小屋仕置きでね、買ってくるようになる。漁師は毎日浜へ降りて、魚が駿河湾に入ってくるのを一日中見張っています。そして魚が来ると、見張りは仲間や与力を呼ぶのです。やっとにゃーり
この呼び声で千本に朝がやってきます。やがて海に。